ザインホーマー、三秒間の資格は2019年のイギリスのスリラー映画。監督はアンドレア・ディステファの主演はジョエル・キナマンが務めた。本作はアンデ・シュルースルンドとベリエ・ヘルストレムが2009年に発表した小説、三秒間の資格を原作としている。妻を守るために人を殺してしまった元特殊部隊の兵士、ピート・コズローは、 模範集かつその経歴を買われて、FBI から本来は12年の服役のところを、早期の出所と引き換えに捜査への協力を求められ、FBI 捜査官の監視の下で、ニューヨークのポーランド系マフィアに潜入していた。最後の仕事として、ポーランド系マフィアの壊滅を狙った大規模な偽の取引を計画するも、 それとは別の麻薬取引でニューヨーク市系の潜入捜査官の正体を暴いたことで結果的に捜査官が死ぬきっかけを作ってしまう。ニューヨークで警官を殺すことは警察の徹底的な捜査が組織にまで及び取締りが厳しくなることを意味し麻薬取引がしにくくなると考えたリチャード・クリメックはベールヒル刑務所での麻薬流通網を手に入れそこを拠点にして 各地へ販路を拡大する計画を立てる。ピートは家族の安全と引き換えに刑務所内の麻薬流通を牛耳るように将軍から脅迫される。FBI に助けを求めるも刑務所での取引情報を得ることで将軍の逮捕を行うという別の作戦を提案されてしまう。自由になるための最後の一歩としてピートは仮釈放となっていたベールヒル刑務所へと戻ることを決断する。 刑務所に再び収監されたピートは刑務所内にいる将軍の手下たちと共に麻薬取引を進めるもそれまで刑務所内を縄張りとして麻薬取引をしていた黒人グループに目をつけられてしまう麻薬取引がうまくいかず自分が二重スパイであることがバレそうになると彼の任務は時間との戦いになる一方で部下を殺されたニューヨーク市系のグレンズ刑事が FBI の関与を疑い始める。作戦が露見し自らの立場が危うくなるのを恐れた、モンゴメリー FBI 特別捜査官は、作戦をなかったものとし、ピートを切り捨てることを決断する。刑務所内で孤立無援となったピートは、絶対絶命の窮地に陥ってしまう。カッコ内は日本語吹き替え家族のために、やむなく FBI の情報屋として働く。追い詰められた末に、 無理やり新たな潜入捜査に協力させられる。FBI 捜査官。将軍を逮捕するための潜入捜査の指揮を取る。FBI 特別捜査官。ウィルコックス捜査官の上司。保身のためならば冷酷な決断も下す。n y 死 k 組織犯罪課の刑事。ポーランド系ギャングの取引に部下を潜入させ、死なせてしまう。真相を求めてピートに接触を図る。 ピートの妻、NYCK 組織犯罪家、グレンズ刑事の部下。2015年2月4日、アンデシュルースルンドとベリエ・ヘルストレムの小説、3秒間の視覚が映画化されることになり、オットーバ・サーストが監督に、ルーク・エバンスが主演に起用されたと報じられた。16日、デビッド・オイエローが本作に出演するとの報道があった。しかし、 上の3人は後に交板することになった。2017年5月17日、アンドレアリ・ディステファノが監督に起用され、ジョエル・キナマン、ロザムンド・パイク、クライブ・オーウェン、コモンが出演することになったと報じられた。7月10日、アナでアルマスがキャスト入りした。2018年10月1日、ウィル・ブレアとブルック・ブレアが本作で使用される楽曲を手掛けることになったとの報道があった。 2019年8月16日、本作のサウンドトラックが発売された。2017年9月5日、アビロンピクチャーズが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。2018年11月26日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。当初、本作は2019年3月22日に全米公開される予定だったが、後に公開日は、 同年8月16日2020年1月10日、同年3月13日と延期されることになった。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトの6点トマトズには22件のレビューがあり、批評家支持率は45%、平均点は10点満点で5.5点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、 スリラー映画に多くのものを求めないファンにとって、ザインフォーマー3秒間の視覚は、まずまずの気晴らしになるかもしれない。しかし、同作を構成する要素のほとんどは、同じジャンルに属するより優れた作品で使用された、ものをリサイクルしたものである。となっている。また、メトクリティックには5件のレビューがあり、過重平均値は64、100となっている。ありがとうございます。